ここでも追われているのか、ダッキー。誰かと思えば、戦艦の大工房さんじゃない。オロチと共に戦艦を出した罪、償ってもらおう。ごめんね、古汚いところに戻るつもりはないの。せいぜい我が手中で踊るがいい。魔王オロチ亡き後、乱世の風は完全に止まったかに見えた。だが次なる風はすでに吹き始めていた。オロチの残党が各地で徴領し、呂布、董卓、伊達政宗らは戦をやめず、魏の曹操も兵を挙げた。これらの旋風はやがて騒乱の嵐となって吹き荒れた。そしてその嵐は平和な日々を過ごしていた劉備率いる諸国をも飲み込もうとしていた。かねて書物で拝見していた神君、劉備殿と共に過ごし語り合える日が来ようとは。玄徳公はマロも迎えてくれたの。まことに神君じゃな。なんと英雄と語り合えて私も嬉しい。ゆっくりとくつろいでいただきたい。殿、オロチ氏の逃亡していたダッキが石庭に潜伏しているのを発見いたしました。ダッキー、あの者を放っておけば再び世は乱れ、反諸葛亮。私はダッキー討伐に向かう。そなたは留守を引き受けてくれぬか。オロチとは戦で私は皆に救われた。次は私が皆のために働く番だ。承知いたしました。留守はお任せください。将校殿、急いでは危険だ。自重されよ。玄徳様と一緒に戦える、そう思うとなんだか嬉しくて。将校殿、では共に行こう。世の安寧を乱すダッキを撃つ。全軍進むのだ。攻める劉備さんって初めているわ。お手並み拝見です。敵将撃ち破ったり。ちょっといたずらしてみようかな。空気を目的にしてご検討。術にかかりやすい人ばっかり。皆さん、今のうちに始末しちゃって。敵将討ったり。砦の中から何やら不気味な呪文が聞こえます。急ぎ砦を落とすのだ。さあ来い、ひねり潰してくれるわ。人間ども、惑え惑え。
ことが運んでいるな。さて、ダッキーはあの砦か。
開けさせてもらおう。ラッキー、年数が尽きたな。あれ？門が開いちゃった。なんで？誰？仕方ないな。私が直々に抹殺してあげる。何者か入った。敵将撃ち取ったり。おかしな人が来たおかげで予定が狂っちゃったわ。援軍感謝いたす。私は竜玄斗、飛行の名を伺いたい。丁寧な挨拶、痛み入る。私は太鼓王、ダッキを追う者だ。次の戦ではダッキの目を飛行に向けさせ、慢心したところを捕らえようとしたが、飛行の予想外の検討により計画は頓挫した。喜ぶべきか、悲しむべきか。お前、投げる。落ち着くのだ。ダッキー・パイ工房殿、我らの目的は同じようだ。共にダッキーを打ち果たそうではないか。そのように切望されては無下に断る。劉備将軍、どうか。大徳、小生も行こう。この者、頭は切れるが、少々扱いが難しいようと。